どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ネスレの、先日紹介したスペシャルサンクスキャンペーンっていうのがありましたよね。私もね、無事当選させていただいて、そちらのキャンペーンはね、2箱分、8000分のね、ネスレの商品がもらえたわけなんですけども、そちらね、無料でもらえてすごいキャンペーンだなっていうことで、私の動画のチャンネルで紹介させていただいたんですけども、まず今日の動画ではですね、こちらの、スペシャルサンクスキャンペーン、一番最初に紹介したキャンペーンの方が先日より再開しておりますので、もしね、ネスレのキャンペーンね、こちら乗ってみたいという方はですね、ぜひね、利用してみていただけたらなと思います。利用できるか利用できないかっていう抽選の対象がですね、どういう人選されてるか全然わからないので、ひとまずですね、ネスレのアカウント持たれている方はちょっとね、挑戦してみていただけたらなと思います。ネスレのアカウントをね、すごい前に作って、全然ネスレ利用したことないっていう人もね、当選したっていう話も聞いておりますんで、本当にどういう人選かわからないです。ですけども、当選したらね、8000分利用することができますので、詳しいね、やり方とかは動画ね、出しておりますんで、そちら見ていただけたらなと思います。で、今日はですね、新たにもう一個またね、ネスレのサンクスキャンペーン出たんですよね。で、前回は8000までっていうことで、今回は1万円までなんですよね。で、こちらのキャンペーンが一応ね、こちらのサイト自体がネスカフェアンバサダーって、皆さん聞いたことあると思うんですけども、CM 動画でもね、結構やってるんで、知ってる方多いんじゃないかなと思うんですけども、私も昔このネスカフェアンバサダーっていうのをやっておりまして、すごい前にこれね、ポイントサイトの案件にネスカフェアンバサダーってあったんですよね。ですので、その時にも私も利用させていただいて、その時ね、すごかったんですよね。このネスカフェアンバサダーに登録するだけで、3万2000分とかね、ポイントもらえたんですよね。凄まじいですよね。っていうキャンペーンが昔あったんですけども、今、ちょっと前までね、あったりしてたんですけども、今現在はこのネスカフェアンバサダーのポイントサイトの案件っていうのはもう消滅してしまって、今現時ではないんですよね。で、今回のこのスペシャルサンクスキャンペーンはですね、ネスカフェアンバサダーを現在やっている、もしくは今までにネスカフェアンバサダーを利用していた人っていう対象っていう風になると思うんですよね。これもね、ちょっとわからない部分があるんですけども、今のところですね、私がこの情報を得て挑戦していただいた方でね、ネスカフェアンバサダー全くやったことない人でキャンペーン当選してる人、今のところいらっしゃらないんですよね。ですので今まで、ネスカフェアンバサダーを利用していた人、もしくは今現時点でネスカフェアンバサダーを利用している人はですね、ぜひこちらね、挑戦してみてほしいんですよね。今回は1万円分ということなんで、もう一つのキャンペーンより、2000円増えてますよね。で、こちらね、インターネットで探してもこのキャンペーン出てこないんですよ。ですので、私の動画の概要欄にね、URL 貼らせていただいておりますので、そちらから行っていただいてね、利用していただければなと思います。で、本当にね、文言は一緒で、注文できる商品はちょっとね、一つずつ見ていただこうかなと思うんですけども、ネスカフェドルチェグストの、カプセルコールドブリュー、これを私初めて見ましたね。こちらと、フルグラ 800g、こんな感じでね、フルーツグラノーナがもらえます。あと、ネスカフェ、ネスレウェルネスっていう、こちらは、ネスカフェ、ドルチェグストの、カプセルっていう風になっておりますね。あと、アイスクレーマーサーバー、こちらは、ボトルをね、そのまま入れて、マシンで利用するっていうね、やつなんですけども、こちらのマシン、もしくは、ネスカフェ、ハンディアイスクレーマーサーバーっていうのもね、あるみたいですね。あと、水タンク、あとラテグラスセット、ネスカフェドルチェグストのカプセルタワー、これ結構私欲しかったりするんですけども、さりげなく4000円もするんですよね、これ。
いや、ネスカフェドルチェグストのね、このカプセルって結構ね、そのままの箱に入れとけばね結構いいんですけども、バラしちゃうとね結構ね、どれがどのカプセルか分かんなくなっちゃってね、こういうの欲しくなる感じなんですよね。で、あとね、P&G 人気シリーズということで、これまあ結構ね、ネスレのキャンペーンではあるやつなんですけども、ファブリーズと食器洗剤、あとファブリーズの詰め替えですねっていうのがもらえるっていう感じで、まあ今紹介させていただいた商品の中から全部で1万円まで、利用し、無料でね利用することができます。ですごいですよね、うん、1万円までですからね、うん、で、こちらね利用の仕方なんですけども、一応ね注意事項はね確実に読んでいただきたいんですけども、まあ一番下の方にですね、本キャンペーンは申し込み後、マイページには定期便利用っていう風に記載されますけども、特典受け取り後1ヶ月以内に表示が消えるっていう風になりますんで、まあ、こちら実際に利用して当選された方もですね、マイページを見ると定期便っていう風にね表示されるんですよね。これ本当にやめてほしいですよね。びっくりしますよね。それでね、こちらから1万円分、選んでいく形になるんですけども、ちょっとねキャンペーンの表ページだと、キットカット両方ともね、なかったんですけども、こちら注文画面に行くと、このキットカットで、ね、復活しておりますね。4種類のバラエティセット、あと4種類のお楽しみセットっていうのが復活してますね。こちらね、私が当選したもう一個のね、キャンペーンでもこちらあったんですけども、おそらく選択する方多いと思いますんで、もしね、こちら欲しいっていう方はですね、この動画見られたら早めに注文するようにしてくださいね。前回のキャンペーンでもこのキットカットの方は結構すぐなくなってしまって、最後の方にねキャンペーンを応募した人はこちらねもうなくなってたっていうのを結構話聞きましたんで、まあ、その点覚えておいてくださいね。多分、表ページに載ってないのも多分在庫はそこまでないからなんじゃないかなと思います。で、注文品ね選択していただいて、ご注文手続きに行きます。でこちらね次のページに行くと、初めてね、ネスレの、ログインの画面になります。それではね、次に注文内容の確認画面になるわけなんですけども、でこちらね、ご自身で、まあ、注文したものを確認していただいて、右下のね注文確定っていうのを押していきます。ちょっとね写真切れてしまって申し訳ないですね。でここの注文確定でですね、注文できた方は、そのまま OK っていう形になります。ですが、一番上の方にねこの定期便を注文することはできませんっていうね赤字が表示された方は、残念ながらね今回のキャンペーンは、対象じゃないっていう風になりますね。いかがだったでしょうか。今回はですね、ネスレの、サンクスキャンペーン第2弾を紹介させていただきましたけども、まあこれまあおそらくですけどもネスカフェアンバサダー利用してた方、今現時点ね利用している方、限定なキャンペーンになると思います。ちょっとねこれも今のところっていう話で、今後もしかしたら変わるかもしれないのでこればっかりは分かんないんですけども、ひとまず、ネスカフェアンバサダーをね今利用してない、以前利用してたアカウントでオーダーしたら、通ったって方もいらっしゃいますので、まあ個人的にはですね、もしネスカフェのねアカウント持たれている方は一度ねやっていただいて、まあ、できるかどうかね、やってみていただけたらなと思います。まあ、これでね1万円分の商品が、まあ、無料で試せるキャンペーンですので、ぜひねやってみるだけ、やってみていただけたらなと思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。